黒い紙とお花紙でとっても簡単に作れる四角錐のランプシェードです。厚口の黒い上質紙の短い方の端を1センチ5ミリくらい折ります。そこに合わせるように三角に折ります。さらに半分の細い三角に折ります。裏返したこの部分が一番短いところです。いらない紙を下に敷き、先端と一番短いところに印をつけます。黒い紙をずらして反対側の同じ位置に印をつけます。ここを結んでハサミで切ると二等辺三角形ができます。折りたたんだまま模様を切り取っていきます。先端と一番下の部分は切りません。切り始めた方から出てくるように切ります。反対側には出ません。丸く切ったり直線的に切ったり、自由にどんどん切っていきましょう。どんな形になるかは開いてのお楽しみです。同じ方からだけでなく反対側からも切りましょう。この時向こう側から切った線まで行くとバラバラになってしまいます。切ったところが近づいてきたら戻ってくるように切りましょう。下にいらない紙を敷いておくとゴミ捨てが簡単です。プッシュピンを使うと小さな穴を開けることができます。穴を開けるときには必ず下に段ボールなどを敷いてください。プッシュピンをしっかり差し込んで裏まで穴を開けてください。ピンが抜けにくいときは紙を持ち上げて抜いたり、回しながら抜いたりしましょう。こんな風に小さな穴が開いています。ここまでできたら折り目をしっかり伸ばしながら開いていきます。最初に1センチ5ミリ折り返したところも忘れずに開いてください。お花紙を適当な大きさに切って貼り付けます。糊はスティック糊を使ってください。お花紙の端の部分が持ち上がらないように貼っておきましょう。同じようにしてどんどんお花紙を貼っていきます。全体にお花紙を貼って裏返すとこんな感じになっています。出来上がったように見えますが、明かりを灯したとき透けて見えるようにさらにお花紙を重ねて貼っていきます。お花紙が外れそうな場合は全体にもう一度糊をつけて、白いお花紙を貼り付けましょう。しっかり貼り付いている場合は必要ありません。表から見てはみ出たお花紙を切り取ります。先端の部分は糊付けするときの邪魔にならないように折り目に従って斜めに切り落としておきます。裏返したら初めの1センチ5ミリの部分を折ります。ここが糊代になります。剥がれないように反対側の端にも糊をつけておきましょう。
糊をつけたところ同士をしっかり貼り合わせます。中を開いて最初につけた折り目のところで半分に折りつぶします。これで細長い四角錐の形になりました。もう一つ作ってみましょう。二等辺三角形のところまでできたら直線的に切ります。穴は開けずにこのまま開きましょう。これならとても簡単にできます。黒い紙全体に糊をつけたら、大きなお花紙で覆うように貼り付けます。その上からお花紙を重ねて貼っていきます。あとは同じようにして組み立てると四角錐の出来上がりです。これを LED ライトにかぶせると貼り合わせたお花紙の色が浮かび上がってきます。使わないときは畳んでしまえます。とても簡単にできるので、たくさん作って並べ、幻想的な雰囲気を味わいましょう。